どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。みんな大好きドラフト会議をやっていこう。いきます。はい。中長期的によく考えて、補強、戦力補強してください。安定したセットアッパーを獲得したい。中継ぎも手薄。投手力だな。行きましょう。はい。まずは、誰、将来性を考えるべきなのか。そうね。どうしようかな。結構、期待されてるのは、これ、宇田川ってのは？戦中タイプか。悪くないね。でも、大卒22歳。なんか他に、なんか注目さ、彼ありそうだな。大和田。ただ、獲得できたらかなりでかいな、これ。ちょっと考えておこう、大和田。そして、今西も結構良さげな。まあ、どっちかって言ったらこれは、若さ的に考えても大和田かなっていう気がするんだよね。大和田はちょっと考えておこう。日々、まだ大丈夫。まあまあまあ、力石もまだまだ。スラッガータイプ、小橋も結構、後々取ろう。うん、社会人。で、パワー型で言ったらこれ、中岡。和彦。なら、セカンドなんだ。何かスラッ、パワー、カツロ。いいな、ちょっと。君塚も悪くないな。まあ、社会人だけど。まあ、社会人だったら当然それなりの成績は、実力あるよね。で、これはどうだ、キメだ。まずは投手だろうね。投手力として。一番は。前山。迷うな。まあ、とりあえずここはね、誰だっけ、大和田を取りに行こう。勝負になってもいい。行きますよ。はい。大和田を指名、21歳。はい、行きましょう。おー、来た巨人。大和田照信。大和田照信。今西克行。キメダ、取りに来たか。君塚、今西、鶴井、中岡も取られた。今西、意外と二分の一か、可能性。三分の一だわ。三分の一か。結構競合が、やばいな。そして、阪神が今西。大和田、さあ、どれ行くよ。男は黙って真ん中。来い！頼む、来てくれ！巨人に取られた。大和田。はい。そして、しょうがない。そしたら、外れ1位で、今西も取られちゃったんだよな。宇田川は現在悪いけど、まあ、後々良くなる可能性があるっていうことだよな。痛いな、この二大巨頭取られちゃったの。まあ、残るわけはないよね。そうなってくると、宇田川ありだな。宇田川とか、坪田も結構いいな。坪田は？戦中タイプか。どうしようか。とりあえず、そしたら、まあでも、坪田はね、後々で取れるから、まずは、22歳、こっちだな。戦中タイプ。まあ、セットアッパーとして使ってもいいんじゃないか。宇田川を指名します。いや、待って、野手の方がいいかもしんない。どちらにせよ、もうちょっと、なんか、可能性のある選手を。ファースト、前山、いろんなポジション守れるやつね。スラッガータイプの誰か。鶴井は取られちゃったしな。コシタ。でもまだ急ぐことはないだろう。長打力のある選手。君塚も良かったんだけどね。結構な、中岡痛いな、そうなると。結構難しいですね。そうなると、力石ありか。まあ、ちょっと将来性、ないのは気になるけど。いや、でもだとしたら、そう焦らなくていいや。なんかこう、あれだな、魅力的なのがちょっとなかなか、まだまだいないといったところ。日々もだって特に注目されてないでしょ？きついな。まあ、とりあえず、そしたら、いいや、じゃあ、いつも、さっきと同じで。坪田示すっか。先発タイプで使って頑張ってもらおうと思って。まだ。はい。ほい。坪田。かぶった！マジか！とりあえず。マジかよ。きついな。これだ！真ん中、来い！なにー！
やべえ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 。はずれはずれか。くっそ、そう参ったな。そうなって、金城も中日に取られた中後、宇田川かな？そしたら、はい、将来性を買って。はい。よしよし、1位指名は終わった。さあ、そして2位指名。今度はこっちから取れるよと。誰でも取れるね。なんか魅力的な選手いないかな？前山、どうしようか。でもスピード型っつってもさ、もっと魅力的な選手いいんだよね。例えばこの中西、西内か。西内とか、あとはそうだな。もっと魅力的な。コシタもそうなんだよ、結構。買い占めで問題ないって言ってるから、まだ焦らずに焦らないけどさ。あとは、これ。カツロ。彼もなかなかちょっとね、いいんだよね。魅力的。守備の選手、あるいはダイソーの選手っていう、使い方ができるのかなっていう。泉田、いや、難しいな。高久。いや、中岡はちょっと取れなかったの痛いな。とりあえず、そしたら、まあ、これから、でも、将来性ないのはちょっときついんだよな。バンバを育てるか、難しい。じゃあ、日々を取るか。将来性抜群の。高校生。じゃあ、高校生じゃないけど、キャッチャー。あ、高校生だった。おい、あ、もう DNA は一人だけ取ったんだ。おい。そして、もうここガンガン取っていこう。あ、力士取られた。あー、やられた。あ、勝つも取られた。やっぱ取るよなー、いい加減。でも、まあ。きっと、何か光るものが感じたから。そうなると、西内は取っても、チャンスメーカーとかいい能力持ってんだよな、これが。意外と成長株かもしんないから、将来性を考えて、はい。中西取るよ。ね、西内。失礼しました。まあ、よく言い間違えちゃうやつ。で、投手。もうちょっとな将来性25歳。そうだな大和田取れたかった、痛いな。かなりでかいところだったんだけど。コンバートも考えていいのか。だから逆に考えて、なんかパワー高めの選手を選んで。まあ、取られてんだけど、大方。いやー、きつい。もういっか、そしたら、泉田取る？ 22 歳。あ、でもチャンスに弱いバッターは嫌だな。いっか、これだけ取りゃ。カツロも取られちゃったし。江村、パワー型18歳。あ、おかわりあんのか。取ってみてもいいか。よし、将来性を買おう。でもいいや。うん。選択終了します、これで。とりあえずは。はい。まあ、とりあえずいいさ。はい、では。もういいね。ちょっと、念のためもう一周見ておいて、で、最後何か気になるところがなければ、もういいや。茨城もな、悪くはないけど。あ、でも茨城と、肩 A か。ああ、難しいな。どうしようかな。江沢も悪くないんだよな。外野でも取りまくってんだよね、結構。内野だよ、そしたら。西海。あ、いいかもしんない。西海取るか。はい。将来性も買って。ただ、取りまくっちゃってるけど。まあいいや。で、あとは、例えばだけど、まあ、25歳か。25歳で将来性抜群っていうことは、これからに期待していいのかなっていう気もするのよね。だ、そう、取ってもいいね。取ろう。うん。投手はたくさんいるに越したことはない。ということで、将来性20丸、広川。はい、これでいいや。以上。うん。選択終了します。これで。はい。うん。はい。ロッテ取るね。取るね、ロッテ。どんだけ、10巡目まで取ったか。はい、セーブはこんな感じ。まず1、あ、なるほどね。はい、戻る。宇田川、日々、西内、江村、西海、西海、西海、まあ、いいや、で、それで、広川と。おい。おい、そしてサイン会成功と。おー、いいね、ネット配信券。スポニュースインフォ。おい、45万オーバーで結構オーバーしたね。まあまあいいさ。うぅ、お、一気にアップ。まあお金貯めてるからね。
ちょっと見てみようか。選手登録。多分今2軍にいると思うんだけど。まずは、宇田川。まあまあまあ。だ、これからだよね。マジで中継ぎとしてどんどん使っていこうよ。先発でもいいんだけどね、ぶっちゃけ。こうだな。宇田川使っていこう。で、広川は、多分、まあ、これからだから、143キロか。西内と入れ替わってもいいかもしんない。ちょっと。あー、待てよ。宇田川先発の方がいいな。先発宇田川だ、これ。戦中だけど、一応。で、セットは、まあ、これでいいでしょう。で、入った。野手登録はどうだろう。はい。で、後藤敦也。いい選手だけどね。そしてキャッチャー、日比。これを浦川と変えてもいいかもしんない。よいしょ。しっかりともう、こう、ガンガンやってもらおうかな。補給 A だから、まあミスはないだろう。あんまり。で、ショートが笠折と比べたらこっちの方がいいかもしんない。若干。絶好調だけどね。折笠か。で、西内は割とダイソー要員とかで起用したら面白いかも。どうしようかな。で、ダイソー要員と。あとは、まあ、こんなところかな。あ、そしたらこれでこうかな。一応。浦川は、まあ、いない、いた方がもちろんいいから。で、長打力のあるバッター。こうなるのかな、そしたら。まあ、期待してみようじゃないか。あるいは外国人選手は取ってもいいかもしれないね。外国、もう状況にもよるんだけど。まあ、とりあえずこれで、OK、はい。まあまあまあ、とりあえず1年、とりあえず2年目はこんな感じで行ってみようかな。とりあえず次回へ行きます。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。